学力テスト。はい、というわけで本題に行ってまいりたいと思います。これから国語、数学、英語、理科、社会の5教科をですね、私ブザーの頭脳担当千葉ちゃんが、皆さんにクイズ形式で、出題していきたいと思います。それで誰が、一番ブザーの中で賢いのか、そして誰が一番おバカさん、あーもう嬉しいな、絶対なのか、決めていくというそんな企画になってます。はい、というわけで早速本題にいきましょう。はい、最初はみんなが書く問題、あの早押しとかではなく、いや、もう書きたいな、で、あの後半になったら早押しになるみたいな、各科目ごとそういう形式に。早押しは書いた後にピンポン、静かに、静かに。早押しは喋る、喋る、ピンポン喋る。はいはいはい、というわけで、書いていきたいと思います。では第1問、国語、はい、なんと読むでしょう。はい、これ書いて、書いてね、みんな書いてください。あ、すごい、もう沖縄人しかわかんないよ、そんな。これとね、これ海煮豚、簡単だよ、簡単、全部簡単。来た旬とかではない、いや、うちちゃうわ、あ、な、海だから、夏だったらそっか、海水浴した、行けたわ、アンダーザシーって感じ。はい、こちら、じゃあ、ごはんさんから。わかんない、海豚、海豚、違います。な、ナマコ、違います。サクさん、イルカ、正解。すごい、マジ、シャイフ、トド、出ますね。ねえ、ね、あ、豚、豚違う、ね、ゆうゆう、あ、海中、海中、じゃあ、へへ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 へ、すごい、これね、はい、すごい、パノー。まあ今の難しかったかな。じゃあ、いきますよ、はい、漢字で紫書いてください。簡単だよな、簡単なことを言わすな。やって、あ、ここまでは知ってる、はい、もう二重書きしません。うちら5年やってんだよ、ね、紫色のカラーで、はい、終了。というわけで、じゃあ小平さんから。あ、すごい、すごい、絶対ミスってる、すごい、わかんない、でもなんかこんな感じだよ、すごい、いや絶対近くない、それはそういう感じはあるよ、すずり、あー、うん、あ、じゃあ、サク、あ、すごい、あ、芝か、芝、え、んそれ芝だね、それ芝じゃないね、木じゃない、あ、芝だね、芝だね、それは芝居、終わりですね、お疲れ様です。いやいや、三寸ある、あ、そう、渋谷、いや、渋谷の木、近い、近い、まあ、みんな雰囲気はね、雰囲気は形はなんとなく、待って、あ、星アルフさん、わかんないよ、いや、正気マジで。え、すごい、なんか、ね、すごい、考えてますね、考えてますね、待って、正解者いねえわ、ね、じゃあ紫かけますね、発射してる。はい、紫は、紫にね、おめでとうございます。あ、合ってる、あ、合ってる、あ、合ってる、はいはいはい、あ、止めるか、はい、いいですね。あ、違うんだ。惜しい、惜しい、惜しい。で、コインとです。あ、惜しい。あ、惜しい。コインが入るんだったら、あってね。みんな押しやったんだから。止めるは入ってた。え、だから三角形のクション。雰囲気は大体。止めるも糸も入ってるから、俺が一番いいよ。止めるなんて、ね。糸入ってないのはやばいよ。一本足りないのか。止まってなきゃダメ。止まってなきゃダメなんだね。わあ、俺これマジで合ってると思った。うんこだな。はい、じゃあここから早押しになります。いきますよ、早押し第一問。これから読む古文なのかな、の、まあ、有名な昔の作品があって、それを読むんで、その作品名が分かった人は早押ししてください。そこまで言えばいいんだよね、ね、今は昔、竹取の翁という竹取物語、正解、じゃあ竹ない一筋ありけり紫式部、
じゃあ次行きましょう。社会です。これまず早押しじゃない方からいきます。書くやつ。この地図記号は何を表しているか答えなさい。わ、はい、かんない。はロケット鉛筆ちゃうの、ね、俺も思った。OK です。まあでも想像すればわかるから、うん、地図記号って大体その形になってる。いやでもあんまないか。これも書いたわ。この辺にはない。病院系。なるほどね。余裕や。こんな。はい。だよ。というわけで。ました。答え、小林さんからオープン。船乗り場。まあね。マジ？別か。別か。船じゃあ、シェン。タケノコの里。違いますね。スーパーイ。お腹空いたって。じゃあ、サク。海の家。Quand t'es venu dans la rue。 じゃあ、意味わかんないんだけど。地図記号にあるんだよ。じゃあ、スカッカのとあるじゃん。じゃあ、シェン。船。第2問。早押し。世界で一番面積の多い川はアマゾン川ですが、世界で一番長い川は？アマゾン川。世界。はいはいはい。あ、ナイル川。世界。うわ、時間。じゃあ次行きましょう。数学。じゃあ早押しからいきます。はい。数学。はい。958円。硬貨の枚数は何枚でしょう。一番少ない枚数。はい。いいっすか。いいっすよ。本当にいいっすか。いいっすよ。14枚。14枚。あ、じゃあ俺だったら。どうぞ。あ、どうぞ。はい、じゃあ最後のチャンスあります。いいですか。13枚です。13枚。はい、違う。残念。はい、11枚。残念。違う。10枚。正解。じゃあ、俺も違う。俺先生、言葉の意味が分かんないっす。コンコン、釘を刺す。では、問題でやったわ、ほんとに。理科、いきますよ。理科。理科ね、これ終わった。イカを描いていく。イカを描いて、その手足の本数が合ってないとダメです。絵を描ける。そうです。お絵描き。楽しいね。というわけで、じゃあ僕が正解をバッて出すんで、それと一緒にみんなもせーので、はい、回答をバッて出してください。はい、いくよ。せーの、じゃん。あー、合ってる。2、10、6、やった。10本かい。10本もあんの？イカ俺知らんやん。違うわ、全然違うわ。イカ、足が、すごいね。早押しからいきます。はい。こんばんは、英語で。あ、早押しか。こんばんは。これ考えてる時間やん。すごくない？ずるい。あ、ずるい。じゃあ。次だったね、やばい、忘れちゃった、今。はい。ごめん。Good afternoon. Good evening. 正解。はい。まあ、ごめん。なんでも
頭の中でずっと叫んでた。よし、じゃあここからは皆さん書いてもらいますよ。日本、英語で書いてください。引っ掛け。じゃあみんなせーので出しますか、これは。じゃあせーので出しましょう。いくよ、せーの、ドーン。はい、頭文字が大文字が正解です。やったー。あ、そうなんだ。そう、あー、もう、なんか、いや、俺、本当に今、ジャパンすら合ってるか分かんなくなっちゃった。そんなこと言ってなくない？だって文章にした時にってのは言ってないもん。先生、日本を正確に書いてください。じゃあ最後の問題いきましょう。最後の問題です。皆さんよく言ってます、プチョヘンザ、これを英語で書いてください。プチョヘンザ、これは英語書いて、英語で書いてください、はい、英語で、英語ですよ、プチョヘンザっていうのは。プチョヘンザですよ、よく言ってますよね、曲中煽りとかで。どなんだ、プチョヘンザ、これね、よく言ってますけど、これ英語ですよ。はい、はい、できました。はい、じゃあみんな回答ドン。Your hands up. あー、おしいやん、そのまま書いてた。ちょそうなのよ。あのね、うわー、ちょっと詳しい、それは。プチョってなんだっけって思っちゃった。あ、プチョが正解やん。ということで、ね、奥なんですけど、あなたの手を上に置いてください。恥ずかしい。手を挙げてください。あー、確かに。プチョって呼ばんやろ。そういう意味です。というわけで全科目終了ということで結果が出たと思いますね。おっ、今はブザーで最も賢い生徒はゆうやさん。すごい、すごい、すごい、すごい。そしてはい、ある、はい、全くない、ブザーのバカをわざと。コイントファルシャー。変わんねえ。小さすぎんだよ、全員が。でしょうよ。めっちゃ問題あってこれしか答えられないよ。みんなほぼ一緒やん。さすがに俺、そうだね、こんなの一番僅差だね。僅差でしょ。寝るわ。負けちゃった2人です。僕はまず、先生のその問題のこう理解力を高めようかなって思ってます。もう本当に分かんなかった、何言ってんだろうって。なるほどね、日本来たばっかり。そう、そういうこと、うん、あなたは。僕は別にまあ本気出してないんで、まあちょっと次回に行きたいかなと思うんですけど。 OK、 次に頑張って。じゃあ筋肉膜と横隔膜ね、パワー膜。 OK、 いくよ、せーの。